今日私は創世記5章28節から29節の御言葉を通して「節の系列の終末的信仰」という御言葉の題名を持って語りたいと思いますえ2週間ぐらい前から救済シリーズ第1巻創世記の系図の本をもとにメッセージを伝えてきました今日も創世記の系図に関する内容を伝えたいと思います この創世紀の5章を見ると、アダムの系図が出てきます。この系図を説の系図とも言えます。説の系列の系図。アダムからノアまで記録されているんですけれども、アダムは最初の人ですね。そしてノアは再臨される主を示す、世の終わりを示す人物であります。マタニオル福音書24章37節からを見ると、主の再臨が 人の子が来るのはノアの時と同じだと語っていますね。ノアは世の終わりを示す人物であると。ですから、最初の人、アダムからノアまで10代、完成された1つの系図として記録されています。その系図を通して救済士の働きを圧縮されているわけです。最最初から最後まで 世の終わりまでの内容をこのケースに圧縮して要約されたと見ることができるんですね。イザヤ46章中節を見るとこう語っています。私は終わりのことを初めから告げと語っていますね。最初からもう終わりについて語られていたということを記されています。ですから私たちは、 この創世記の御言葉をしっかりと悟ればですね世の終わりについてヨハネの目視力についても解釈することができるということです。えのくが先週はエのクがメトセラを通して世の終わりの時について悟ったと語っていました。エのクの息子メトセラが生まれた時に世の終わりに対する啓示を下さいましたね。そししててメトセラを通して世の終わりに 関するる時を悟ることができました世の終わりに関するこの時という単語が2つあります。カイロスとクロノス2つの単語があるんですけれども、この2つの単語はどちらも時を意味する単語であります。しかし、その詳しい内容を見るとその意味が少し違います。クロノスというのは人間の時間を意味しています。クロノスというのは何年何月何日と。 何時こういうのが時クロノスですね人間が定めている時でありますですから世の終わりについて語っているんですけれども主がいつ再臨されるのかというと何年何月何日に再臨されるというならばそれは間違っていますそれは異端ですねしかしその反面にカイロスという時があります カイロスというのは神様の時間を意味する単語です。カイロスの時にはどのようなものかというと何年何月何日というそういうものではありません。例えば、エノクは世の終わりの時について悟りましたよね。どうやって悟りましたか神様は啓示を下さいました。あなたの息子、メトシャラが死ねば世の終わりが来ると。そういう啓示を下さったわけです。 それがカイロスです。世の終わりはいつ来るかというと、メトシェラが死ぬと。神様が定められた事件があるということなんですね。出来事があるとですからカイロス。聖書の御言葉を通して、私たちは世の終わりがいつなのか、どれほど近づいているのかを時代のことや、また出来事を通して悟ることができるわけです。ですから、エノクがメトシェラを通して世の終わりがどれほど え近づいているのかを悟ったように私たちも御言葉を通して私たちがこの世の終わりを暮らしていてまた世のその終わりの時が今近づいているということを悟って絵の具のような世の終わりを意識するそういう信仰を持って歩まなければいけないということを皆さん覚えてくださいでは創世紀の5章の系図の中で特に絵の具の時に世の終わりについて掲示をくださいました その御言葉をださった時からもう世の終わりが始まっているわけです。ですから、創世記5章のエノク、メトセラ、レメク、ノア、この4代がその当時の世の終わりを暮らした人物であると語ることができます。今日私は、節の系列のえその族長たちはどのような信仰を持って暮らしていたのか、またその当時の 世の終わりであったエノクからノアまでのその4代がどのような信仰を持っていたのかを見てみたいと思います。まず1番目に最後の4代が生きていた時代の状況について見てみましょう。ノアの洪水の前にエノク、メトシェラ、レメク、ノアその時代の状況はどの,どのようなものだったのか。 創世六章5節を見ると神様はノアの洪水を行わ起こされた理由が悪が増大しそして満ちていたからであると語っていますねまた人の心に計ることが全て悪いことだけだったと語っていますそれがその時代の状況でした罪によってもうはびこって満ちていたと 溢れ出ていいたととうことですコップに水が、えー、満たされて満タンになっている状況を意味しています。その当時の状況がこのようなものだったわけですね。創世記6章11節を見ると神は地の前に堕落し地は暴虐で満ちていたと語っています。創世記6章11節にえ地は暴虐で満ちていたと。 アダムの子孫は2つの系列に分かれますよね。節の系列とカインの系列に分けることができます。この系列を比較してみると、えー、こうやって見ることができますね。アダムがカインを産んで、またカインがアベルを殺しました。そしてアベルの代わりに説を下さいましたね。ですから、5章の系図はこの説の系列であり、 また創世期4章に記録されている系図がカインの系列の系図です。エノクはここにいますよね。7番目。このエノクがメトセラ、レメク、ノアが、えー、世の終わりだと語ることができますけれども、えー、同時代を見てみると、ここにもレメクという同じ人が出てきます。カインの系列のレメクと、 また、えー、節の系列にもレメクという同じ名前がいるわけですね。同じ時代、第7番目の子孫はレメクであり、節の系列はエノクです。ですから、その時からヤバル、ユバル、トバルカイン、この人たちは、えー、この。 メトセラ、レメック、ノアと同じ同時代を暮らしていたものであります。ですからその時、悪が満ちて罪がはびこっていた時代であったということなんですね。じゃあ、創世記4章23節を見て,みて見てみると、レメックはその妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメックの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。 私の受けた傷のためには一人の人を私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺したと語っています。自分が殺人したことをえー自慢しているんですね。このレメクというのはある青年がえ自分を傷つけたわけです。その結果、その若者を殺したと語っていますね。ねそれをまたもう罪悪感で 心が痛むのでではなくそれを自慢しているんですね創世記4章23節はヘブル人の詩なんですけれども歌なんですけれどもそれを歌として歌っているわけです私はこのような力があるんだと私に傷つけたものを私が殺したんだと自慢してのれ歌を歌っているんですそれがその当時の時代の状況だったわけです霊的に堕落した時代 そのような時代に神様は洪水の審判を送られたわけですね。霊的にはこのように堕落していましたけれども、反対に物質的にはその文明が発達した時代でありました。このレメクの息子たち、3人の息子がいましたね。ヤバルとユバルとトバルカイン。この子供たちはどのようなものだったのかというと、創世紀4章20節からを見ると、 アダーはヤバルを産んだヤバルは天幕に住む者家畜を飼う者の,の先祖となったその弟の名はユバルであった彼は盾事と,と笛を巧みにそうするすべての者の,の先祖となったまたツラもまたトバルカイを産んだ彼は聖堂と鉄のあらゆる用具,を用具の鍛冶屋であった,と、ま、たトバルカイの妹はナーマであったと語っていますねこの3人の息子が出てきますけれども 皆世の中では成功した人たちでした。ヤバルは家畜を飼う者の先祖家畜を育てて暮らす金持ちでしたまたユバルはたてごとや笛を巧みにそうする者最初の音楽家ですね趣味で音楽をするのではなく職業として音楽をするわけです。 皆ささん考えてみてみください音楽家が生まれたというのはどういうことかというと食べたり暮らしていくのにですね支障がなかったということです一生懸命働く肉体的に働く必要がなかったから音楽家として働いていたわけですまたトバルカインは鉄や製道を持って用具を作る鍛冶屋であったと武器も作ったりですから 力が強いいそういう存在だったわけですねこのレメクの3人の息子は文明がどれほど発達していたのかを見ることができます。世の中では成功した人たちでした。その当時、霊的にはとても堕落しましたけれども、生活の水準はとても高くなって、暮らすのが楽になりました。また、暮らしが楽しくなるんですね。 皆さん、音楽を専門的にする人が来てきたというのは出てきたというのは、いつも歌って、遊んで、楽しみながら暮らしていたと、楽しい生活をしていたということです。ですから、その当時堕落した人々は、今、暮らすのが楽しいと、とても楽だと、面白いと。 しかし神様から見てみるとその時代をどう評価されたかというと反対に霊的にまた道徳的にとても堕落して神様はもうこれ以上見て,はい,ることは見ていることはできないと洪水を通して全てを消し去ろうとされたわけですね皆さん私は今昔話をしているわけではありません 今暮らしている時代を考えてみてください。同じですよね。プシ、ね、文明、とても発達しています。インターネットがあるから、携帯だけがあれば、スマホだけあれば、どこでも、ええ、行けますし、誰とも話すこともできますしもう。また楽な時代を暮らしています。楽しみも多くあります。 しかしその反対に、霊的に見るとどれほど堕落しているでしょうか。私たちは今、ノアの時のような罪がはびこるそういう時代を暮らしているわけです。生活の水準は高くなっているかもしれませんけれども、霊的には、道徳的にはどんどん堕落していっている、そういう最後の時を暮らしているということを聖書を通して私たちに示しているわけですね。ですから、 エノクとメトセラとレメクとノアが暮らしていた時代は今私たちが暮らしている時代と同じだということを悟らなければいけませんでは2番目に罪がはびこる時代に暮らしていた説の系列の人々はどのような信仰を持って暮らしたでしょうかまず1番目に世の中にある悪呪いが 人間の堕落の結果であるということを悟いました。この世の中にいろいろな問題がありますよね。罪もありますし、苦痛もありますし、なぜ神様はこのような世の中を暮らし作られたのかと思うかもしれませんけれども、それは全て堕落した人間の結果だということを認める信仰を持ったということです。若い人と皆さん、会話をしてみると、 神様の存在を認めないのはですね、世の中に悪があると言います。神様がいるならば、どのようにこうやって悪の世界を作られたのかと。だから神様はいないんだと。神様を信じれないという人が多くいます。これは昔、今だけではなく、昔からもこのような考えをしてきました。今日の本文を見ても、 ノアの息子レメクも、ノアの父レメクも同じように考えました。しかし彼は違う結論を出したわけです。レメクは人間の堕落によって、罪によってこのような問題が起こっているということを悟りました。そしてその結果、堕落した結果、神様がその地上を呪われたからであると。 語っていますラメクはレメクはアダムを通して学んでそれを悟ったわけですね。その系図の年代を計算してみると、えー、アダムとレメク930年アダムが生きながらレメクと一緒に暮らしたわけです。レメクがが生まれた時が歳で,したですから56年間レメクと一緒に暮らしたわけです。 アダム・レイは56年間同時代を暮らしましまたその56年間アダムからそのエデンのそのについてまたヘビについて自分がヘビの言葉を聞いて堕落して罪を犯したことエデンから追い出されたことまたこの地上が呪われたことすべてをアダムから聞いて学んだわけです。 ですからレメクがこのような信仰の告白をすることができたわけです。そしてこの内容がアダムやレメクだけではなくその子孫に伝えられていくことによって信仰が伝授されることによって伝えられていたわけです。私たちもこの内容を伝えなければいけません。その内容は何ですか世の中にある罪や悪や苦痛、悲しみそれは全て神様のせいではなく 人間の罪によるるもののでであとということです人間の堕落によって、えー、起こった結果であるということを私たちは悟ってそれを伝えなければいけません。ラメクも暮らしながら人生の苦痛を体験したでしょう。しかし彼はそのような苦痛の中でも神様に逆らったりまた諦めたりしなかったわけですね。 人間の苦痛、人生の苦しみ、悲しみ、それが信仰の始まりとなりました。なぜならば、その悲しみ、苦しみ、その苦痛がどのような原因によるものなのかを悟ったために神様をもっと求めたわけです。神様を求めて神様に従わなければいけないと。人間の問題であるから、 神様を離れたからこのような問題が起こったんだということを悟ってまた神様に戻ることが重要なんですね。創世紀の形図を見るとこう語っています。レメイクの悟った内容ですね。時代の悪が他人のせいではなく自分の罪のためであると。また私たちの罪の結果であると正直に認めて悔い改めた人だったと語っています。 そういう人は、まことに世の中を征服する信仰の持ち主だと記録されています。教会がそのような御言葉を伝える場所とならなければいけません。また信徒はそのような信仰を持って暮らさなければいけません。人類の罪を背負って、私は個人的に間違ったことはありませんと。殺人もしていませんし、もう嘘もついていませんと。そうではなくて、 自分の全ての人間の罪を背負って悔い改めながら歩まなければいけないんですね。先週、2人の証人について語りました。この2人の証人は、天のを着て悔い改めたと語っていました。この罪のこの堕落した世の中が、 誰かのせいではなく自分の罪であるとまた人類の罪であるということを悟りながら食い改めること食い改めながら暮らしていくことが世の終わりの誠の信徒であるということを聖書は語っていますこの世の中を見ながら食い改めてまた祈りながら歩んでいく皆さんとなることを主の源もと祝福しますレメクはそのような祈りの勇士でありました またレメクは力ある者征服者という意味がありましたですからレメクは祈りによって自分自身を征服し祈りによって世の中を開拓していった力強いものだったということを語っているわけですまた2番目にこの説の系列の俗長たちは人間の弱さを認めて礼拝を通して神様だけに頼りました神様だけに頼る信仰を持ちました 人間は弱いんですね自自分自身を救うことはできませんこの説の系列の始まりが説ですよね。この説という人はどのような人かというと、アベルの代わりに与えられた息子であると語っています。それが創世紀4章25節から26節に記録されていますね。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子を説と名付けていった。カインがアベルを殺したので、 彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたからと。説にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けたと語っていますね。アベルの代わりに他の子をくださったと。それが説です。アベルが誰かというと、捧げ物を通して、礼拝を通して神様から認められた霊的な調子でした。しかしカインは捧げ物を お受け取りになられませんでしたよねそしてアベルを殺しましたそしてそのそのアベルの代わりに説をくださいました説も同じようにアベルのように捧げ物と礼拝を捧げた人だったでしょう特に26節を見ると説も息子を見ましたその息子をエノシュと呼びそしてその時主の皆によって祈ることを始めたと語っていますね ここで「主の皆を呼んだ」という意味はヘブル語で見ると特別な表現が記録されているんですけれども定期的なまた正式的な礼拝を始めたということを意味しています主の皆を呼んだというのはですね一人で礼拝を捧げたんではなく多くの人が定期的に規則的にですね公式的な礼拝を始めたということを意味しています エノスの時にこのような礼拝が始まったわけです。このエノスの意味を見るとですね、弱い人という意味があります。エノスというその名前の意味は弱い人。その名前を摂が付けたわけですね。摂がその名前を付けた理由は、節の信仰の告白なわけです。人間は堕落して弱いものだと。 自自分自身を救うことはできない私たちの力では生きていけないと。説はそれを告白しながらアダムの堕落の後に押し迫ってくるその罪の波を体験しながら神様を頼らずにはこの誘惑に打ち勝つこともできず信仰の暮らしをすることはできないということを語っているわけです。人間は無力な存在であると。 神様だけを頼らなければいけないと。それが礼拝であると語っているわけですね。礼拝だと。神様に頼ることが礼拝です。そういう信仰を持った人たちが集まって、規則的に、公式的に礼拝を始めたわけです。集まったというその行動自体が信仰の告白です。私の力では暮らしていけませんという告白がそこに秘められているわけですね。 私たちは礼拝を通して神様だけに従っていきます神様だけを頼りますという信仰の告白を捧げているわけです愛する皆さん私たちも今集まっています今この時間この教会に集まって礼拝を捧げるのはなぜですか同じ信仰の告白をするためです私たちもこの世の中を暮らしながら私の力では何,でも,何もできませんと 私は弱い堕落した人間であります。神様だけを頼ります。私たちを救ってくださいと。そうやって信じながら集まって礼拝を捧げる。そういう信仰の場を私たちが設けているわけです。ですから私たちは罪がはびこればはびこるほど集まって神様に礼拝を捧げるものとならなければいけません。 それが礼拝すする人の態度なわけですね。自分の全ての意志を捨てて神様だけに従って歩もうとすることそれが礼拝を捧げる者の,の覚悟ですですからこの説の系列の人々は神様の前に礼拝を捧げて神様と共に歩みましたしかし下位の系列の人たちは自分の力を信じて自分,の自分を信じ自分,を自分の力によって 問題を解決ししようとしましたまた世の中に溺れて神様を考えなかったわけですね。こういう礼拝の生活は節エノスの時から始まってレメク、ノアの時までに至るまで続いたということを悟ることができます。レメクもそうでしたよね。この堕落した世の中のために私たちが苦しまなければいけないと。 この世の中で神様が慰めてくださらないかと待っていたわけです3番目に摂の系列の族長たちは堕落の呪いから解放するメシアを待ち望む信仰を持っていましたレメクは息子を産んでなぜノアと語ったでしょうか ノアという名前の意味は慰めるもの安息という意味ですね。慰め安息、えー、韓国で有名な神学者がいたんですけれども、パク・ユンソン博士,と博士という人がいたんですけれども、その創世紀の時点、えー、を見ると、ノアという名前は安息を意味すると。 その父ネメクは幼子をメシアと錯覚してノアと名付けたと語っています。そしてその子供は全ての人類を呪いから救い出す救世主と考えたと。それと語りながらこれを見ると人類の最初の人々は神様の約束。 創世紀3章十五節のその約束を望み見ながら暮らしていたと語っています。どういうことかというとですねその節の系列の人々は皆神様がこの呪いから救い出してくださるメシアをくださるということを悟って信じて待ち望んでいたということを語っているんですね。 その約束が創世記三章15節です。創世記三章15節を見ると「私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼の心彼のかかとに組みつく」と語っています。 この創世紀3章はアダムがエデンの園にいたときに神様が語られた御言葉ですよね。アダムだけ聞いたことです。しかし、この子孫たちがすべて知って信じていたということはどういうことかというと、アダムがすべての子孫たちに伝えたということを意味しているんですね。ですから彼らはメシアを望みながら、待ち望みながら暮らしていたということです。 救い主が人の形をかたどって来られることを信じていたということなんですね。彼らもキリストを信じたということです。イエスという名前が出てきませんけれども、その当時、創世紀のその時代にですね、メシアが来ることを信じて、 自分の息子がそのメシアではないかと、そういう期待を持ってノアと受けたわけですね。ですから聖書は救済士であると言えるんです。創世記から目視録まで、全てが神様が堕落した人間をイエス・キリストを通してどのように救おうとされているのかを記録している本がこの聖書であるということです。 創世紀3章からもうすでにイエス様が来る,は来るということを記録しているわけです。節からノアまでそのキリストが来ることを待ち望みながら期待しながら暮らしていたんですね。多くの人がこう言います。旧約で暮らしていた人はどのように救われたのかと言うかもしれませんけれどもそれも同じなんですね。キリストを信じることによって救いを受けました。 キリストが来られるという約束を信じるときに救いを受けることができたわけです。新約の時代の信徒も同じです。過去に来られたイエス・キリストを信じるときに救われるわけです。同じなんですね。キリストを信じなければ、旧約の人も、新約の人も、私たちも、みんなイエス・キリストに出会ってはいませんけれども、信じるわけです。過去に来られたイエス・キリストを信じて、 また再臨される主を待ち望みながら暮らすのが誠の信徒だということです。ですからアダムの堕落から今に至るまで同じ信仰によって救いを受けるということを私たちは悟ることができるんですね。その信仰が今私たちにまで続けて伝えられてきているということです。6000年前のアダムと説、また4,500年前ののは同じです。またた今私たちも このように信じなければ救いを受けることはできないということを語っているわけです。イレルミア6章16節にこう語っていますね。主はこう仰せられる。4つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んで、あなた方の憩いを見いだせ、しかし彼らはそこを歩まないと言ったと。昔の通り道を悟りなさいと。 探しなさいとその道はどこかというと漱石五章から記録されているこの道を意味しているわけですそれが私たちが歩むべき道であると語っているんですね愛する皆さん今私たちも世の終わりを暮らしていますでは私たちもこの説の系列の族長たちのように世の中の悪呪い 苦痛のその原因が人間の罪にあるということを認めてその呪いから救い出してくださるイエス・キリストを待ち望みながら彼だけを信じイエス・キリストだけを信じて歩む信徒とならなければいけません礼拝を通して父なる神様に従い頼り再臨される主を 待ち望むことが節の系列の信仰でありまた私たちの信仰でなければならないということを私たちに教えています主が再び来られます再臨されるんですけれども人々はいつ来るか分からないと言いますよね心配するなと言うんですしかしそう,いうそういう人はですねいつ来るか知らないのではなくいつ来るか知っている人であります本当にいつ,か知らいつ来るか知らない人はですね 明日来るかもしれないという信仰を持って暮らす人です。しかし、私の時代には来ないと。そうやって考えて信じるんですね。いつ来るか知らないという人は、今日でもその時が来ると。私の時代に来る、明日にでも来るということを信じながら暮らす人を意味します。それがレメクのような信仰の持ち主です。ですから私たちも、主が私の時代に来ると。 絵の具のように死を見ずに変化して天に昇るということを信じながら信仰をしっかりと守り続ける皆さんとなることをお忍びなもって祝福いたします祈ります愛する父なる神様感謝いたします今日も私たちを愛してくださり私たちを罪のはびこる世の中に捨てておかず一人一人を呼ばれてこの 主の宮へと導いてくださり礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします節とエノスの時から始まったこの礼拝が私たちを通して次の時代まで伝えられていることによって主の再臨の時までこの礼拝が途絶えることなくいつも礼と誠と思って礼拝を捧げることができるよう導いてください毎週集まるこの時間が どれほど重要なのかを悟りこの時間を主体求めながら集まることに力を尽くす信徒となることができるよう導いてください。絵の具のように世の終わりに対する信仰を持って主が私たちのこの時代に来られるという確信を持ちながら歩むことができるように。 また毎日神様と共に歩む信仰を持つことができるよう導いてください。死なる神様、私たちもこの堕落した世の中でいろいろな悲しみや苦痛を感じながら暮らしています。しかし、レメクのように全ての問題が人間の罪によるものであるということを覚えて、悔やるためながら歩んでいくことができるようどうか導いてください。 また私たち自身が自分自身を救うこともできないということを覚えてただ、父なる神様を頼り御言葉だけに従順したいことができますように目を覚まし祈るレメクのような信徒となることができるように導いてくださいまた、家庭ごとに祈りが満たされ天の扉を開きすべての祈りに応えてくださり 私たちと私たちの子供たちまたすべての子孫神様をしっかりとつかみ信仰を守り続けることができるように信仰を述べ伝えて歩むことができるよう導いてください私たちの暮らしがこの時代の模範となることができるよう導いてくださいノアのように私たちの暮らしを通してこの世の中を裁くことができるように信仰を強めてください 私たちはとても弱い存在であります。神様だけが私たちを救うことができます。どうか私たちを守ってくださり、最後まで導いてください。最後の勝利を得る信徒となることができるよう祝福してください。すべてを祈った通りなされることを信じ、感謝してイエス・キリスト・の名によってお祈りします。アーメン。